こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オーニッソロジー、めちゃくちゃセッションでもよくやる曲だと思うんですが、これのコンピングを探してて、アートブレーキの、バッキングがあったんで、結構もうアートブレーキらしいコンピングをしてるので、今日は解説していきたいと思います。まずはですね、これもともともうピアノのイントロがあるんですが、もう誰が聴いてもバド・パウエルみたいな感じで、あ、やっぱりライナー見たらやっぱりバド・パウエルでした。で、バド・パウエルがイントロかけてるんだけど、で、まあそこにもう完全になんかこうパーカーが無理やり乗っかったみたいな感じなので、ダララバリルリレリーラーのところで、ここでブレーキがドーンってクラッシュ打つわけです。ダバラバリルリレリーラーダン、普通だったらダバラバリルリレリーラーディッ、こうやっていきそうなんですけど、思い手を叩くところがこうブレーキらしいですね。着地だったらここに、バスラ踏んだりするんですが、なんかなんとなくもうそのままレガートに入ってるということで、ここまでだからピアノもベースもここ入ってない形にしました。なのでこのマイナスワン音源もですね、LINE 登録とかメルマガ登録していただいた方はダウンロードできるようにしてますんで、これでちょっと練習してもらえば。で、バラバリブリダティバラバタタンですね、ここ受け答えですね、ちょうど合間空いてるとこね。で、ダブリブディリリリ、ここをですね、ここをタタントラタタ、これもうブレーキの定番パターン、ワンツースリーフォーウトラタトラタタン、このアラヨット、まあロック系の人とかもよく使うと思うんですが、これを、まあ、右左右左ですね、これですね。で、ここではなんか最初の音は入ってなかったので、ワンツースリーフォーウッタ、こうアクセント、ウッタツッツッタカタッタですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ウッ。それでも、ここも32分にして、32分に16分か、ウッタカタッタにしてもらって、ウッタラッタってやるとブレーキっぽいですね。で、何がポイントかっていうと、このシンコペーションに対してセットアップして思いっきりここ強調するんですよ。これがブレーキのやり方のすごい定番な感じ。で、ここも、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、タッド、ドーンみたいな感じね。ダダバリュタルでダブリュタタドンジャーンってことですね。ダラバリュタルでズッタン。で、ここはもうずっとうなずきだけですね。徹底的にうなずきだけですよね。アートブレーキって。まあ、この感じですね。で、ここなんかもですね、ちょっとあまりにも単調なんで、ここでちょっと僕音量落としましたが、ウッタン、ウッタン、ドン。一回ちゃんとこう着地する感じ。こう裏ばっかりだと、なんか、全然フレーズってこうつながっていかないんで、ちゃんと表につなげて、でまた裏で発生していくって感じですね。で、ここら辺はなんかおとなしくしてるんですよ。で、今度やっぱここでバデバデデデデデデタダン、ここピアノがタラッタラッジャーンのところでやるんですが、ウッタタンタドンジャーンですね。これも定番の形なので、もう覚えてしまえばいいかな。ダーダーバデダズグダブリーダー、これはね、入りと出口が一緒だったらいいので、これで全然合いますね。ここもタブディーダーなので、タタタドにしてますね。これは僕のセクションマニュアルなんかで全然説明してますんで、これいろんな当て方があるんですよ。で、まあこれも定番です。で、これで言ってもいいんですが、この左左右左、レガートしながら、これでも原曲もうちょっと早いんですよな。多分両手で言ってんじゃないか。そうすると、タカタドンチッキ、この裏から変えてくれば、ツー、スリー、フォー、タカタドンチッキチチッキチチッキ、タバディバディダブディダタダブズタドタダダダってことですね。で、ツッタツクツッタツクってやってて、でタバラブディダドダバ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 ダダダってブレイクするだけですよ。でもこれすごくないですか。これやっぱりこのブレーキーはこういうこのシンコペーションのどこをもうホームランを打とうかって、もう虎視眈々と狙ってるわけですよ。そうするとこうそれ以外のところをすごく抑えておいて、ここでもう思いっきりこう音量ガクンって上げるんですね。
これはめちゃくちゃいいと思います。こことかもすごい溜めてね叩いてるのでめちゃくちゃかっこいいと。原曲はあの下に貼ってあるので、もし原曲の方を見ていただければ、オープニングの方だけですけどね、これ面白かったんで非常に、このここの部分のこれアートブレーキらしいやつね。ここもここもそうで、ここもそう、この3つがなんかすごくアートブレーキっぽくて、これはまあなんかアートブレーキの起点を聞かせて表ガーン叩いたって感じですね。あとはこういう、こう裏ばっかりじゃなくてこう表に行くみたいな感じですね。でこのダーバダーダーなのをダダダダオで合わせてしまうみたいな感じですね。これぐらいがポイントかと思いますので、頑張ってやっていただければいいかなと思います。これをまあ踏まえた上でもう一回見ていただければ、なんかあなるほどなんてわかるかなと思いますので、最後もう一回見てください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。